に参院選で訴えている主張や選挙戦略についてお話を伺っています。それではここからのゲストをご紹介します。NHK 党党首の立花孝志さんです。よろしくお願いします。NHK よ、テッカバー、よろしくお願いします。改めて最新の FNN 世論調査で政党別の支持率を見ていきたいと思います。こちら、NHK 党の支持率は 0.4% となっていますが、一方 38.9% を占めるのが支持政党なし、いわゆる無党派層が選挙結果を大きく左右するとみられます。まあ、NHK 党が NHK のスクランブル放送の実現、これを柱の政策として唱えていることはすでに多くの有権者知られていることかと思うんですが、立花さん、無党派層の支持獲得に向けて NHK 党が一番訴えたいことは何でしょうか。はい、スクランブル放送の実現を掲げて3年前に国政政党にしていただいたんですが、まあ、残念ながら国民の意思をほぼ無視して自民党はじめですね、スクランブル放送しないんですね。で、まあ、こうなってくると我々はもともとスクランブルをするがメインじゃなくて、 NHK の被害者を守るがメインなので、であればもう NHK にお金を払うのをやめてしまおうと、でその人たちをしっかりとお守りするということを今回、まあ、メインで訴えていきます。で特に、まあ、生活保護の人とか学生さん全体受信不良なんですけど、年金生活者の方、もうこの人たちも当然ね、同じように苦しい生活を送られているわけですから、これをお守りするというのは今回の選挙一丁目一番地に訴えております。ではこちらをご覧ください。候補者数なんですけれども、今回の参院選で NHK 党は自民党と並ぶ82人の候補者を立てていると、かなり一番多いんですよね。はい、立花さん、野党第一党の立憲でも51人とどまっている中で、ここまで多くの候補者を立てられたのはなぜなんでしょうか。はい、まあ、もう選挙は立候補するとものすごい費用対効果というか宣伝効果高いですね。で我々はインターネットを使っているので選挙事務所も作らないし、選挙官もほぼ作らないと。だから候補者を立てれば立てるほど、実は政権放送であったりとかメディアの露出というのは大きいので、できるだけお金を使わない選挙というか政治活動をしているために、この選挙の時にはしっかりと候補者を立てて、全国の国民ですね、我々は NHK の被害者をお守りするんだということを訴えるために今回これだけの数を立てました。はい、東京だけでも3人ですよね。東京は、ね、5人です。あ、選挙5人でしょ。東京5人、6人の予定だったんですけど、どうしても、ね、AV 関係の人が出れなくて。なるほど。僕が伺いたいのは、供託金って選挙区で300万でしたっけ。はい、で比例区出たら600かな。はい、ものすごい巨額です。まあ、でも2億5000万円ぐらいですね。そう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 。いやでも NHK 党年間2億1000万円の政党助成金がありますから、まあ、これが少なくともあと3年保証されていますから、はい、まあ、これを担保にお金をお借りして、でもそれ以外は供託金がうちは選挙費を使いませんので。あ、さっきの話だけど、事務所を建てない、ビラ貼らないという意味ですか。そうですね。だから、ポスターもおそらく半分ぐらいしか貼れないと思うんですけども、はいはいはい、まあ、ゼロではもちろんないんですけど、はいはい、ポスター印刷代だけでも 4,5 千万円、はい、これを貼っていただく方で、まあ、多くても1億円までに抑えて、はいはい、あとはとにかく我々は NHK の被害者のためにお金を使うということに、まあ、重点を置いていて、はい、でかつポイントは、うん、個人からも企業からも我々は寄付やカンパもらわないんですよ。もらわないです。やっぱり国民の生活が困窮しているのに、うん、そういう人からカンパくださいという神経がわからないですね。せっかく政党助成金という制度があって、はい、国から選挙するための費用をくれてもらってるわけですから、はい、それを使ってやるのが当然のことで、なるほどね。支援者がお金もらったら、その人に聞かないといけない。NHK の話、今日は NHK の被害者救済以外の政策を僕らはやりたいんですよ。具体的な政策について伺っていきたいと思います。最新の FNN 世論調査では、有権者の関心が最も高いのは物価高対策でしたが、はい、NHK 党は公約にこのような経済政策を掲げています。個人消費が GDP の半分以上を占める現状では、消費税減税が重要と考え、消費税減税を求めていくが、政府与党が消費税減税への固くなな拒否反応を示している現状を考慮すると、減税可能な別の税をターゲットにすることも検討。お金を配るよりは減税する方が手間もかからず望ましい。仕方なくお金を配る際には所得制限をかけないことを政府に求める。こういった政策を掲げていらっしゃいます。政策を読ませていただくと、本当はこうしたいんだけど現状を考えるとこというような、まあ、よく言うと柔軟な、まあ、二段構えというような、こういった印象も抱くんですけれども、この姿勢には何か狙いがあるんですか。これは先ほどのスクランブル放送と一緒で、将来的に我々が与党になるとか、政権に入った場合にできることと、目標を掲げておきながら、でも今現在できることとしっかり分離して考えているということですね。はい、ちょっと当面の将来的な目標を全体において、その後じゃ現状は与党が固くない拒否反応を示しているから、こうこうこうみたいな。そうです。ただの普通政党、山崎さん、山崎さん、普通政党の公約ってね、まあ、野党の場合にそれを仮に実現するのは難しくても、我々はこうやりますっていうふうに将来の大目標を掲げて、それで票を集めるものだと僕は勝手に思ってるんだけども、こちらの公約って、こうだけども現状難しいからこの辺っていう、この二段構えの公約どう見ます。二段構えにされている理由からする推測するに、その、はい、まあ、さっき政権にしたとおっしゃったんですけども、私のイメージはやっぱりその政権には全くこの距離を置いて、とにかくその国民のため、あるいはその NHK を見たりするためというところにかなり特化したものだと思っていたんですが、必ずしもそうではないというところも、そうですね、もうやはりこれだけこの国の今安全保障も脅かされていますしね、やはり国民の生活相当苦しくなっているというところからすると、やはり我々がそこはもう少数政党であったとしてもですよ、しっかりと国民に訴えかけていて、我々のような政党に票がもし入れば、自民党とかいろいろと話を聞いてもらえると思っています、ね。はい、その安全保障の話をしましょう。はい、続いて NHK 党の外交安全保障政策見ていきます。こちら、中国、ロシア、北朝鮮の脅威にさらされている我が国は、現実的な国防力を整えるために国際標準とされる GDP2% 程度の防衛費への引き上げをするべき、敵基地攻撃能力の保有、各共有の議論は積極的に進める、といった一歩踏み込んだ政策も提唱しているんですよね。立花さん、これかなり踏み込んでいる、自民党がなかなか踏み込めない部分へもより踏み込んでいるように見えるんですけれども、これをこのように踏み込むことによって、自民党よりも保守的な、今の自民党にちょっと不満を持っているような層へ訴えかけていきたい、こういった狙いもあるんですか。はい、もちろんですね、自民党の中の議員にはこれと同意、もう少しさらに言いにくいような人もいると思うんですが、はいはい、やはり自民党という、はい、まあ、与党内党、まあ、政権がですね、はい、あまり過激なことを言うと当然中国を刺激してしまうから、うん、言いたくても言えない部分があるとは思っています。はいはい、だからそこは我々少数政党が本当の意味での、はい、本来の防衛する力というんですかね、はい、この GDP 2% というのを NATO に加盟するのは当然のことですし、はい、当然中身運動とかで細かい議論してますけども、要はお金を使えば防衛力って上がるんですよ。でさらにこの防衛力もアメリカから輸入するというのもしっかりと国内で武器を作るということにして内需を拡大してですね、景気を上げていくという意味では、全然そういう軍事力のお金を使うことについては国民の平和、生命財産を守ることもそうですし、景気を上げていくことにつながるというふうに考えます。なんかごめんなさい、短い時間でここまで言っちゃうの失礼かもしれないけど、 NHK ばっかり僕ら聞こえてきて、ね、はい、今みたいな景気の話とか国防の話とかっていうのをすると、もうちょっとその一般的な NHK 党に対するなんてイメージ、はい、変わるんじゃないですか。それとも今あえてそのワンフレーズでガーッと言って、うん、なんていうのかな、とりあえず地目を集めるところに今メインな戦略を置いてるんですか。だから地目を集めるステージっていうのは、うん、前回昨年の衆議院選挙からは、うん、はい、もうそこからは実は変えてきていてですね、うん、はい、我々にやっぱ集まってくれてる仲間っていうのは非常に優秀な人たちが集まってきてくれていますので、はい、まあ、そういう意味では僕も一人の時は自信がなかったです。3年前は一人の方がやりました、はいはいはい、でもこれだけ多くの仲間というか、この日本を売れている人たちが NHK 党に集まってきてくれている以上はですね、私もその人たちからいろいろ教えていただいて、そしてやっぱり特にウクライナの侵攻というのは僕自身も驚きましたし、これからもそうですね、まあ、これ党のカラーだったんですけど、たまたま被ったんですよ、はい、去年の12月に発注したらこれだったんで、はい、ただでも僕と同じように僕はそんなに個人的には極右ではないんですが、はい、やはりウクライナの侵攻を見てですね、弱いとやられちゃうと、まあ、そこは多くの国民が思われたでしょうから、でアメリカもどんどん景気が悪くなってきていることによって国防アメリカの国防が低下している、であればしっかりと我が国もですね、経済
っかり回しながら軍事力もしっかり高めていくという現実路線に行くしかないと、うん、で防衛庁とのそういうヒアリングをしててもね、はい、もちろん防衛庁も本当は言いたいけども彼らはなかなか言えない、そういうところを我々だったら言えるだろうということで今回動いた、はい、右寄りの政策を掲げています。では島田さんに参院選に向けた決意ということで我が党を戦うべしと言葉をいただきます。電話受けまくる、はい、これ何ですか。いや我々はNHK のお金を払わない人を応援する、はい、お守りすると言ってるので、まあ、いわゆるコールセンターっていう NHK 党コールセンターだからね、はい、で他の政党どこもそういうの持ってないんですよ、うん、で国民の声を聞くためにはやっぱり電話が一番早いので、普通は選挙の時は政治家の方から投票してくださいって電話するんですけど、我々は商品がいいんですよ。まさに NHK にお金を払わない人は困った時には相談に来るわけですね。で裁判になっても我々全額払うから、だから電話がもうジャンジャンなってるんですよ。だから僕は今そこの、まあ、センター長とかの、はいはい、コールセンターにいてですね、いろんな人から電話がかかってくるので、そういう意見基本的には当然スタッフが受けて、はい、最後に僕一人でお願いしますみたいな形でお願いしてる。はい、はい、東京都の方からいただきました。本格的な NHK 改革、特にスクランブル放送の実現のためには他の党と組む必要があります。NHK 改革のためにどの党ならもしくはどの党と組みたいですか。これも自民党以外にありません。これもちろん自民党が我々でも前回17倍ぐらいなんですよ。自民党が1700万票で100万票ですから、だから前回ワインしてここまで取れたわけですね。でイギリス BBC も、まあ、フランスも受信の制度やめるということで、すごい政党支持上がっているので、自民党がだって OK って言えばすぐできることですから、これは今回の選挙で我々がある程度票を取れば自民党さんはスクランブルをすると、またネットで受信料を取ろうという動きも止めると思いますから、我々はもう現実的に自民党さんと組みたい。本日は島田さんのご出演ここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。ではお知らせの後、れいわ新選組山本代表に政策を伺います。